方がいいよ。なになに、はいはい、タマブーさんの誰、あの、DM が返ってこない。夫婦喧嘩じゃねえよ。来るな。毎日 DM 来る。マジでさ、この場借りて言わせてもらっていい？てかマジで警察何やってんの？死ねよ。国家公務員マジで信用できねえ。なあ、何やってんの？何やってんのマジで。DM 返してないの？あのね、返すわけないじゃん。どうした？何があった？困ったね。あ、来月のいつ調停？来月のいつ調停？調停来月だよ。なんで調停来月にあるって知ってんだよ。電話調停って知ってんの？え、ちょっと待って。ないよ、これ。今、本当に結婚したい人ができてもできないよな。そうだよ。出ないね。夏はヘラヘラ、昨日配信で4月下旬って言ってたし、配信で調停出廷も言ってた。信じらんねん。美容室行くたびに白くしてきてます。あと紫シャンプー。あ、そういうのってさ、あ、まあ別に言ってもいいのか。なんかさ、めっちゃさ、効果ありそうな紫シャンプー。なんか美容室のやつだって見つけて。全部配信言ってるもん。曇るし。なんか漢字で書いてあった。疲れた、それは。いや、違う、日本のやつ。やりすぎるとやばいみたいな。マジで疲れるよね。なんだっけな。なんかもう、過去芸能人にやられた判例あるはず。食通あ、で買わないやつ。いや、まあ、近しいのあるけど、受理されることがほとんどないね。そうなんですよ。電話調停は不安だから、電話調停は配信などを禁止なのにするとも言ってた。やばくない？普通に。やば。書くとどうかもあって、書くと受理されてないじゃん。やばいことしかしない。まあいいんだよ。もうなんかその件はもう正直ほっといてほしい。もうマジ疲れるから考えるだけで。気持ち悪いし、普通に。で普通に気持ち悪くない？だってこの世のものとは思えないさ、うん、
この世のものとは思えないようなさ、人間なんか人か人じゃねえか分かんねえようなやつがさ自分の席に入ってんだよ。バリキモくない？バリキモくない？普通に考えるだけでゲロ吐きそうになるもん、ね、だからさ他の配信者がさなんか訴える訴えねえとかの話聞いてると俺イラつくもん。もうなんか金取れる金取れねえとか、もう金とかいらねえから頼むからっていうことだもんこっちからしたら。もう金とかいらないからお願いだから一旦これなしにしてくれ。もうやったことに対して受理されたことに対してもう責めないから頼むからみたいな、うん、ね、他の配信者が訴えて金取れるよとか言って軽はずみに言われんのとかもうクソムカつく、ね、めちゃめちゃうざい。普通にだってさめっちゃ可愛い子とかだったらまあ今から好きになればいいやとか思えるよ。動画描いても無理じゃん、うん、心入れ替えても無理だもん。社会人になっても無理、うん、なんかさ超有名なあ超なんか高級店のソープ場とかだったらさなんかいやまワンチャンなんか好きになってなんか そっちの未来も歩んでみようかなとかなるけど無理だろう、うん、天と地がひっくり返って無理。はい、誰、大丈夫ですか？ストーカー来た？違う、転んだ。転んだの？気をつけてね。雪も降ってねえのに大人で転ぶやついるんだ。転ぶなよそんなところで。段差じゃん。あの今日初めての子じゃないんだから、そこの段差ぐらい把握して。ちょっと10センチの厚底空いてる、うん、半分切ってあげようか厚底。店長労災です。いや労災か。